皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰武明です。1ヶ月チャレンジ18日目になります。昨日はですね、足の指先のエクササイズ、ストレッチメニューをやっていたんですけれども、今日は床面に降りてランジのワークを用いたハムストリングスとですね、腸腰筋のストレッチをしていこうと思いますので、ぜひまた皆さんね、今日も一緒に頑張っていきましょう。まずはこのように両膝立ちの状態からやっていこうと思います。左足一歩前に出していただいて、重心を前に持っていきましょう。この時体が前に倒れてしまったり反り腰にならないように気をつけていただいて、少し骨盤を後傾方向、後ろに倒すようなイメージで、お尻の穴をしっかりと床面方向に向けるようにしていきながら、右足のももの前をしっかりと伸ばしていきましょう。手は左の膝の上に置いておいていただいても構いません。この状態で20秒間いきましょう。それではゆっくりと左足を元の位置に戻して、今度は反対右足を前に出していきましょう。重心前、反り腰、体が前に倒れたりしないようにしっかりと腹圧を高めたまま20秒間キープしましょう。お尻の穴、床面にぐーっと伸ばしていくようなイメージで。それではゆっくりと右足を元の位置に戻しましょう。続いて左足を一歩前に出していただいたら、左足の内側と外側、それぞれに両手をつけていきましょう。ここから重心を後ろにぐーっと引っ張っていき、もも裏を伸ばしていってください。この状態で20秒。徐々にお尻の位置を後ろに引いていき、ハムストリングス、もも裏の伸びを感じるようにしてください。それではゆっくりと前に戻して、手を膝につけたら、ゆっくりと左足を元に戻して、続いて反対側右足、手は右足の内側、外側それぞれにつけていただき、右の股関節を後ろに引くように20秒間、もも裏をしっかりと伸ばしてあげてください。それではゆっくりと前に重心を戻してから、体を起こし、ゆっくりと右足を元の位置に戻します。そうしましたら、今の前への移動、腸腰筋のストレッチとハムストリングスのストレッチというのを交互にやっていこうと思います。それでは左足前に出していただいて、重心前に持っていき、右側の腸腰筋のストレッチ、ぐーっと伸ばし、そして床面に手をついて重心を後ろに引き、左のハムストリングスのストレッチ、ゆっくりと戻して、体を起こしたら腸腰筋、右足の腸腰筋のストレッチ、ぐーっと伸ばして、ゆっくりと床面に手をつき、お尻を後ろに引いて、左のハムストリングスのストレッチ、体を起こして腸腰筋、右の腸腰筋のストレッチ、床面に手を下ろしてお尻を引いていきましょう。ゆっくりと前に持っていき、体を起こし、右の腸腰筋のストレッチ、ゆっくりと手を床面につき、お尻を後ろに引いて、左のハムストリングスストレッチ、ゆっくりと体を起こし、もう一度ずついきましょう。右の腸腰筋もも前のストレッチ、ゆっくりと床面に手をつき、
お尻を後ろに引き、左の股関節のストレッチです。ゆっくりと戻していただいて、体を起こしたら左足後ろに引いて、反対足、右足前です。重心前に持っていき、左の腸腰筋、もも前を伸ばしていきましょう。床面に手をつき、お尻を後ろに引くように右のもも裏、ハムストリングスのストレッチです。重心を前に持っていき、左の股関節の前、腸腰筋のストレッチです。ゆっくりと手を床面に下ろし、お尻を後ろに引いて、右のハムストリングスのストレッチ、ぐーっと伸びを感じてください。ゆっくりと前に戻し、体を起こしたら左の腸腰筋、ももの前の筋肉ストレッチ、ゆっくりと手を下ろし、お尻を引いて、右のもも裏、ハムストリングスをストレッチです。重心前に持っていき、左の股関節前、腸腰筋のストレッチです。ラスト1回いきましょう。お尻を後ろに引いて、ハムストリングスのストレッチです。ゆっくりと体を前に倒し、体を起こしたらゆっくりと右足を前に戻しましょう。いかがだったでしょうか。これはね、以前の動画でも紹介をしていたエクササイズになりますけれども、床面に降りながらですね、腸腰筋とハムストリングスっていうのを交互にね伸ばしていくようなエクササイズになります。体がね硬い方は結構ね大変だったんじゃないかなと思いますけれども、少しずつ繰り返しやっていくことで筋肉のね柔軟性も高められていきますから、ちょっと今日のがしんどいなって思った方はですね、これも毎日のルーティンの中にね組み込んでいただいて、少しずつ硬い部分っていうのを柔軟性を高めていっていただければと思います。明日はですね、今日やった前後の動きに加えて、股関節をこう外に開いていったりとか、あとは体をね、ツイストしていく、回転させていくようなエッセンスも追加して、ランジメニューをやっていこうと思いますので、明日の動画もぜひ楽しみにしていただければと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またね。